はい、こんにちは。札幌占い美容室ハエ任せの後藤です。今回も都市伝説編を話していきたいと思います。美容室でお任せしても大丈夫みたいなことについて、話していきたいと思います。美容室でお任せでお願いしますって言った場合にどういうことになるかっていうと、大体なんですが、美容師さんの今旬なもの、これを勧められることが多いです。例えばショートカットをね、旬であればそのショートカットを勧められますし、前髪がこうちょっと作ってるのが旬な美容師さんは前髪作るだろうし、前髪が長いない感じのちょっとグラマラスなスタイルが好きな美容師さんはそういうのを勧めるだろうし、結局はおすすめって言いながら美容師さんの好みがちょっと入っちゃうんですね。そこにはもうしょうがないです。これはね、その美容師さんの好みがぴったり合えば、相性が良ければですね、次回も来店しようかなっていう気になってもらえるんではないかなっていうふうに思います。で、おすすめって結構美容師さん意外と僕はおすすめ別に嫌いではないんですけど、ある程度のここからここまでみたいな部分は提示した方がいいと思いますよ。お客様が今までね、過去の経験を遡っていただいて、なんかこうやった時楽だったとか、こうやった時に周りからの評判が良かったとか、やりやすかったとか、そういう長さがあると思うんですよ。その経験をもとに、写真を用意して、お任せといえどもある程度、こういう感じにした時は私は良かったです、でもお任せしますって言えばヒントがあるんで、美容師さんもその入りやすいですよね。完全にその美容師さんの好みにされてちょっと合わなかったとかだとちょっと微妙なので、ある程度のヒントは美容師さんに写真が一番わかりやすいんですよ。写真をスマホで簡単、何でもいいんで写真を撮ってスクショでも何でもいいんで、ね、見せた方がわかりやすいと思います。それが芸能人だとしてもね、芸能人の写真を見せたとしても美容師さん何とも思わないですよね。こんな若い子の髪の毛にするんだなんて多分思わないですよ。全く僕なんか絶対思わないです。はい、どうやったら近くなるかなしか考えないんで、なんでお任せの場合もある程度の今まで良かったですよっていう情報だけ欲しいですね。完全お任せって言った場合に注意しないとダメなところがあるんですけど、値段をたくさん取り、単価を上げたいなっていう美容師さんに当たった場合、いろいろつけられますよ。いらないパーマつけられたりとか、トリートメントつけられたりとか、悪いことじゃないんですよ。僕らやっぱ売り上げ上げないとダメなので、必要ないことをね、追加、僕はやんないんですけど、必要ないメニューを追加して、結果値段が1万円で済むものを2万円になったりとか、3万円になったりとか。だからお任せって結構、気をつけた方が良くて、ある程度の、ここからここまでっていうのを決めておかないと、値段いくらかかるか分かんないんで、担当になる美容師さんによって違いますし、あとその美容師さんが発信してるものがあれば、大体の好みとか分かると思うんですよね。その人の癖だったりとか、そういうのもあると思うんで、基準になるものがあれば分かるんですけど、全く新規で行ったら、ね、何の情報ない中でお任せっていうのはかなり危険だと思います。もう仕上がってからじゃ何も言えないので、お任せしたじゃないですかって話になっちゃうんでね。だからある程度お任せでもここからここまでってのは決めていった方が僕はいいかなというふうに思ってます。昔ね、なんか僕大型サロンで働いてる時に面白い美容師さんがいて、高校生が来たんですよ。で、その高校生が髪の毛まあ長かったんですけど、その美容師さんちょっと変わってて、お任せでってその女性の高校生の女の子を言ったら、この長さを何も言わずいきなりここまでバッサリ切ったんですよ。で、そのお客さん泣いちゃってですね。でも美容師さんからしてみたら、お任せって言ったじゃないですかみたいな。でも僕の中ではお任せって言いながらも多少確認するだよなとか、ある程度のちょっとそこのカウンセリングが良くなかったと思うんですよ、その美容師さんが。で、そういう事故というか、いきなりお任せと言ってバッサリね、何もなく切っちゃってトラブルになっちゃったんですけど、それはちょっとね、美容師さんがちょっとおかしかったかなって、ちょっと変わった方だったんで、僕いまだにちょっとあれは思いますね。そういうね、こう事故にならないようにするためにも、皆さんちょっと提示する写真が1枚でもねあった方が絶対いいかなと思います。
信頼関係ができたらお任せありですよ。ある程度僕もお任せ多いんですけど、全然嫌じゃないですし、お任せって言われると困る美容師さんも中にはいますね。なかなか決めれないとか、特に女性の美容師さんとかね、結構困っちゃう方がいるようです。信頼関係ができたらお任せは全然ありだと思うし、大体わかるじゃないですか、こんな感じになるのかなみたいな。なので、ただまあお任せであってもお客さんもどんな感じになりますかぐらいは聞いた方が絶対いいです。ゴール地点は一緒に向かわないと。なんで 100% 丸投げっていうのはちょっとどうかなっていうふうに、まあ髪の毛に興味ない方であったとしても多少なり、枠は決めた方が絶対安心です。だってその髪でずっと過ごすんですから、何日もルーツ着て変な感じにしたくないじゃないですか。似合う、よくあるのが似合うようにしてくださいとか、これ美容師さん似合うようにしてくださいって言っても、正直ですよ、これ似合うようにって、まあ、極端な癖毛とかちょっと、そういう場合はちょっと難しい場合もあるんですけど、正直どの長さでも似合わせることってできるんですよ。ポイントがあって、あるポイントを押さえるとカットでも似合わせることって可能なんですよ。この辺のポイントなんですけど、ショートでもロングでもシルエットとかで似合うようにできるんですよね。なので、ただ単に似合うようにしてくださいってもなかなかその難しくて、どこでもできちゃうんで、ある程度のヒントが欲しいというか、まあ、この長さぐらいで似合うのにしてほしいっていう感じで言った方が美容師さんは分かりやすいと思うし、安全だと思います。まあ、新人の美容師さんとかだと似合うようにしてくださいって言われてもわからないから、とりあえず旬なやつを勧めたりとか、まあそういう無難な方に持ってったりとか多分なると思うんですね。ある程度のこうお客さんの方で、枠は伝えた方が僕はいいかなというふうに思っております。はい、ということで僕が今回ね話した内容っていうのは、まあ、ほとんどね嘘の話になるんで皆さん信用しないでください。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。よろしければチャンネル登録してください。過去の動画もね結構いろいろ暴露してる内容もあるんで、ぜひ見ていただければと思っております。ご視聴ありがとうございました。